モログしてお、あと三十秒。こっちモニターできないからよくわからんな、うん。意外に若かった。<laughs> あ、年に感じるんだ。声。声で。おじ,おじさんですよ。あのテック重視です。 FM ギノワンをお聞きの皆さんこん,こんにちは全然聞こえないうんあ、あ、聞こえますか聞こえないですもう一回 FM ギノワンをお聞きの皆さんこんにちは聞こえますか聞こえますはい <laughs> はい、えー、<laughs> 途中で止められたのでちょっと分かんなくなったんですけど5月11日木曜日サザンブリーズのお時間ですギノワンヒルズ通り沿いじゃないですね今日は違いますね トロピカルビーチよりりそうですすにあま海の綺麗なビビーーチチよよりおお、うんはい、お届けしししたいいいとと思まますすす、はい、相手は、えー、FM ギノアスタークサッコと山内でろく願の皆さんよろしくお願いします。こんにちは 中学生かね、こんにちは。絡んでますねはいということで、いいですね、いいですね、海、いいですね、海、待って、今日のテーマは、早っ、いや、つなげようかなはや。今日のメールテーマは、はい海、でございます海皆さんの海に関するそうですねエピソード、珍事件、沖縄の海あるある、珍事件って、珍事件ってそういう意味じゃないですよ。 はい、海での。出来事など。出来事じゃないですね。こんにちは。今、はい、エフエム宜というラジオ局から放送しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。はい。七歳。二歳。こんにちは。ありがとうございます。ええ、ロッカーですね。ロッカーですか。はい。お父さん、ロッカー。ロッカー。違う。勝った、勝った。あ、はい。 ということで無駄げ処理無駄げ処理 <laughs> 美容師 <laughs> 美容師あれ外のはい、はい、外のねギャラリーさんに絡んでおりますが、うん、この、はい、FM ギノワンでは、はい、メールメッセージたくさんお待ちしております,、うん、すメールアドレスは797アットマーク fm ギノワンドットコム797アットマーク fm ギノワンドットコムまた FM ギノワンでは サイマル放送も行っており、はい、スマホでも、うん、聞くことができます,そうですよアプリリスラジオをダウンロードしていただくと、うん、直接聞くことができます、はい、そしてまたユーストリームとツイキャスでも映像と音声をネット配信していますので f m ギナーのホームページから直接見ることができますのでなんと <laughs> そちらもお楽しみください <laughs>、はい、皆ささんお気軽にコメントしてくださいではまず 最初の一曲目ですねそうです今日はですねビーチでノリノリの曲をかけていきたいと思います、はい、ビーチの皆さんよろしくお願いします、はい 時刻は、えー、5時9分を回りました、はい、この時間は宜野湾市内のお天気道路交通情報をお伝えしたいと思いますまずはですねお天気から5月11日、はい、南東の風後、はい、南の風やや強く晴れ波は1メートル後1.5メートル降水確率は20%日中の最高気温は30度 今日三30度ですよ、皆さん、ビーチの皆さん。今日すごく泳ぐ。30度以上あるかもしれないですね。ね、体感、今ですね、ちょっとトロピカルビーチを見たら、あのめっちゃクロールしてる人がいますね。情報よ。クロールしてる人、聞こえますか。はい。聞こえないね。聞こえないですね。はい。続きまして、気になる道路交通情報ですね。はいはい。 高速道路から、ですね、うん、はい、ギノザインターチェンジから、えー、あ、間違いない、すみません、ギノザインター付近 <laughs>、どうしよう、ギノザインターチェンジが、えー、と第一走行が規制されております、はい、これ、工事のためですね、うん、そして、石川インターチェンジから沖縄北インターチェンジも、工事のため、規制されております。はいそして 新インターチェンジ付近もこ工事のため一部が規制されておりましてそしてまた一般道ですが一般道すごいですね超混んでますね、うん、えっとですね浦添市浦添西原道の皆さん今から帰る方、えー、<laughs> 交通情報をお伝えしますよ皆さんはい、いきますねはいすごい混んでますね いろんなところがえっとですね今ですね前原交差点から、うんえー、国道58号線王者の交差点にかけて、はい、これはですね両車線とも、えー、非常に混雑しております渋滞しておりますはい、はい、そして、えー、これは五谷からライカムにかけても五谷十二郎から沖縄市ですねこれ沖縄市五谷十二郎からライカムにかけても渋滞続いておりますはいそんなもんですねはいということで以上 道路交通情報、お天気情報でした。はいまた。トロピカルビーチから見えるお天気ですが。うん、もう快晴ですね。今日はもう。え、そうっすか。うん、海って感じです。なんか、あっち側黒い雲がありますけど。 夜になろうとしているんでしょうね、多分ね <laughs> はね、い。ということで、ううしょうかと <laughs> ということでで情、はい、情報報天気したはい、えー、今日はですねサザンブリーズトロピカルビーチ、<laughs> FM 機能はサテライトスタジオよりお伝えしていますよ、はい、えー、ビーチの皆さん、あの売店の隣で放送してますので、はい、もし暇であれば、うん、クロールしている方、 もし来れたら来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。<laughs> 音が割れてるって。噛み合わない二人。<laughs> さあ、ここで一曲をお伝えします。ムーンチャイルドでエスケープ。 時刻は五時十七分を回りました。はい、やっほい。そうですね、トロピカルビーチからお送りしているということで。そうです。はい。そして、今日のメールテーマは。お、海。海。せーの。海。あ、違う、違う。せ、せーの。海。海。ということで、今日のメールテーマは海。はい。ですね。はい。メールが来ておりますので。読なるほど。はい。まず、ラジオネーム進撃のメイちゃんさんから。わお。山内さん。 ビーチだからって裸一一,一覧になったらダメだよ裸一覧 <laughs>、うん、一貫ね裸一回になったらダメだよはい。進撃のめいちゃんですありがとうございます今日はお仕事はお休み、うん、今からリスナー11名でカラオケパーティーに参加してきます <laughs> いいですねかなり楽しみーテーマ海一言だけ私は泳げませんあら海は眺める派ですではまたはい <laughs> やばいよね泳げなかったらねやばいね えでも、私泳げないんですけど、結構楽しむタイプです。どんねって楽しみましょう。泳ぎは。浮き輪。浮き輪で、浮き輪でどうしましょう。浮く。あ、あと。誰かに捕まる。誰かに捕まる。誰かが大体泳げるじゃないですか。誰に捕まりましょうか。誰に捕まりましょう。彼氏ですか。彼氏ですかね。あと、誰だろう。友達とか。友達。結構ごっつい友達多かったんで。ごっつい。ごっつい。なん。デブの。 友達が多かったのでいつも捕まってましたお願いしますデブって言わないでくださいはい今私もデブですからねそうですよ僕もデブですよはいはいそしてそして2軒目ですねリスちゃんからリスちゃんありがとう咲子久しぶりにラジオに出たと思ったら人違いかと思うほど成長したな見た感じだと8キロぐらい成長したんじゃないかあやっぱ分かってんだ1 7キロ増えました今5 3キロはいはい以前は4 0キロぐらいだと思っていたのに 今は五十八キロぐらいまで成長していますね。えだったら十八キロですね。<laughs> 太ってるの。はい。<お>何を食べたらそんなに成長するの。ね、うん。私、リスちゃんは体を大きくしたくて、たくさんご飯を食べても。全然咲子みたいにデブりません。相撲取りは食事も稽古の時にないますね。スーパーマンの方。はい。メール。こんにちは。メールの途中ですよ。はい。ごめんなさい。咲子も。すごく稽古したのですね。はい、うん。 さあ今週の日曜日はいよいよせっこもお持ちかねの五月場所 <laughs> 頑張れなんて書いうか稀勢の里稀勢の里はい私相撲見ないんですよねそうっすか見ましょうよ面白いんですか相撲ってうん面白いですようんうん面白いんだうんそうですかほんとほんとたくさんねはい相撲ですか相撲ですね相撲か 山田さん、海といえばな何を思いつきますうん、トロピカルビーチですねああやっぱり私最近トロピカルビーチ泳ぎに来たんですけど嘘くさいはい、泳ぎに来てあのほら、みんな砂に埋まってからおっぱい作ったりああやりますねこれね、毛だとか言ってもうね、やったりするんじゃないですか毛はないですね、ごめんね毛はないですね私たちすごいリアルにあの造形してたんですよ体をはい。 はい、そしたらライフセーバーのお兄さんたちに見られててしかも、こんにちはとか挨拶されてすごい気まずかったですか <laughs> <laughs> ここだけ盛り上がるじゃないですか、ねね、だから今日やってますかね、その方ねいたらいいねいたらね恥ずかしいですねはい、崎山さんが帰るのかな <laughs> 会議大変、帰る はい。ということですね、私、うん、実は、うん、実はじゃない、何ですか、全部やるんですか、ダメ曲、曲いく、曲いきましょう。ーえっとですねす、えー、今日はですね、<laughs> はい、ビーチで盛り上がる曲ばかりかけていきたいと思います、ビーチでくつろいでる皆さん、はい、ぜひ、こう、なんていうんですかね、テンション上がって。 いただければ。バーベキューとかね、やってる人もいると思うので。バーベキューやってる方いますかね。いると思います。もしバーベキューやってる方がいてですね、うん、まああのー、心が広ければですね、お肉なんぞね、持ってきていただければ嬉しいですね。はい、嬉しいですね。ぜひぜひ<ず>売店横の、えー、建物で放送しています。皆さんこんにちは。麦わら帽子がよくお似合いのお姉さんが通っていますよ。はいはいはい、ありがとうございます。 <laughs> 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 それではここで曲をお届けします<い>リリアレンでハードアウトヒア 聞こえますか？今聞こえる？<laughs> <laughs> あ、今聞こえる。あ、オッケー。S、OK、T 外して、ちょっと待ってよ。ちょっと喋っといて。ていていはい。はい、ずっと喋っておきます。ああ、聞こえますか？<laughs> 我々にはビーチの状況がわからないので。 本当は誰もいないんじゃないのかい,やいないかもしれないですねいないかもしれないな実着ずああ喋ってるってはあ、はあ喋ってるって言わんよ <laughs> 皆さんメールお待ちしてますそっかちょっと映すか <うん S 2> ちょっと映したら雑だな <laughs> しかも下向いてるし <laughs> ビーチの状況はえっと綺麗な水着ギャルが多いです嘘つけ <laughs> 多いですよ4組5組ぐらいえっ6組ぐらいいましたよ座ってるおじさんが見えるよ <laughs> あの人はあのー、飲んでますね、もうでもおじさんじゃイケメンです。イケメンじゃないだろ。う<で> <laughs> 一応、なんか透明だから。ベチしかも透明で <laughs> おじいだろまあおじいですね。おじいだね。おじいです。<laughs> 山内さんもおじいです。山内さんもおじいですよ。うん 山内さん、今日笑うとね骨が痛いからね <laughs> <laughs> じゃ一回消しますねもう曲終わるので。 さあお送りしておりますこの番組は、はい、FM 技能ワンサザンブリーズでございます今日はですねトロピカルビーチ特設スタジオサテライトから、はい、なんと生放送でお送りしております,なんとです、ね、水着ギャルを眺めながらいいですねいない来てほしいですね水着ギャルいっぱいい、ね、えっとですねついですからですね、うん、やっぱりビーチの、はい えー、状況を伝えしてくれということで、うん、今ですねあのちょっといい体のお兄さんが歩いてますね。ね。うん。ムキムキですね。ムキムキですね。聞こえますか？イヤホンしてます。イヤホンしてますね。はい。これは伝わらないな。<laughs> で、あのベンチにはですね、えっ、ー、といい感じのおじさんが座っております。<laughs> はい、<laughs> こんにちは。 こんにちはということでですね今日のメールテーマは海海でございますなんか山内さん海のエピソードありますかありますよ何ですか僕ねあの辺野古岬に行く途中辺野古岬違うよね辺岬に行く途中にその自然の海があったんですよビーチがねそこでじゃあ泳ごうかっつって泳いでて浅瀬なんですねもうね本当すごいずっと浅いんですよ はい。わかります。うんうんうん。ちょっとね、足がつくかつかないかぐらい、もうずっとずっと。で、このサンゴが下にあって、とっても綺麗なんですよ。シュノーケルして。で、ガーって言ったら、急にも。深くなって。二百メートルぐらい。深くなってて。恐怖でしたね。もうさ。もうさ。大丈夫。大丈夫かな。もうさ、これ海の色が全然違うんですよ。やっぱり違うんですか。全然違う。 黒っっぽくなていああ深かったらね超黒いよでもう何が出てくるかわからないわけだからもうびっくりしましたねあれはさすがに僕はね割と泳ぎ得意なんですよだけどねもうこれはこの先に行けば帰ってこれる気がしないどんだけ深いってに本当にめっちゃめちゃ深くてもうびっくりしましたねもう慌てて帰りましたもうあれはあれ以上に慌てたことはないです 絶対嘘です。<laughs> 本当本当。<laughs> あ、山内さんところで、うん、お、今山内さん四十じゃないですか。四十二です、ね。四十二。はい。泳ぎました最近。最近去年泳ぎましたね。あ、泳ぐんですか。当たり前ですね。<laughs> なんでですか。<laughs> いや私のお母さんはもう二十年ぐらい泳いでないってしたから。あなたのお母さんは <laughs> 僕と同じ年なんでしょうか。<laughs> <laughs> 大体 <laughs>。 はいはいということでですね気を取り直してここでですねネットから取った海での面白事件珍事件珍事件お届けしたいと思いますはいはいきますねはいまず独身時代に独身時代に一人でビーチでビーチに日焼けに出かけたら一人でですよ一人でねナンパされたので電話番号交換しましたあ女性ですねはいはいはいところが翌日彼に呼び出されて昨日の男は 彼の親友であると言われて本命の彼に振られましたこれ悲しくないあと番号をね渡します山内さんだったらあ、僕は渡しますね渡すんだ <laughs> <laughs> はい、そして次 <laughs> 早いね <laughs> これは別に拾うのがあんまりだったあんまりだった、あんまり紹介しないほう,いうがいいい、ね、い <laughs> じゃないかなこんにちは、高校生かな中学生,生たちですね こんにちはこっちだよおい出たどこ高校中学バスケ部バスケ部一人だけ乗っているというはい次いきますねイイいわゆるいきますよいわゆるド S の人とお付き合いしていた時のこと FM 技能ンです皆さんこんにちはイェイ何バスケバレー なんかあれでやってみてジェスチャーでシュートしてみてシュートバレねはいありがとうございますはいはいえとン事件海で起こったン事件ですがいわゆるド S の人とお付き合いしていた時のこと海で手を広げておいでと呼ばれたので何高校生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 聞こえる聞こえない今放送が高校生ね はははいはい、はいこれ FM 着のワンっていいましたわかりました今生放送中ですなんて生放送中です聞こえるシャリマの向かいの FM 着のワンです可愛 <laughs> い,い女の子たち可愛い,いね何部ですかバレー部帰宅部あ,あそうなんだ帰宅部なのに体育系おなんで今 <laughs> 足見せたのはいはいいきますよじゃあ 楽しんでねはい帰宅部なのに体育が関係なかったですで、すいません気を取り直してもう一度行きますね困ってますねいわゆるドイツの人とお付き合いをしていた時のこと海で手を広げておいでと呼ばれたので走って抱きつきに行こうとしたらそのまま海に向かって背負い投げされました鼻に水が入って泣いている私に向かって泣き顔も可愛いねと笑う彼 どんだけド S なんだよって思いましたこれさされたらほんとぶち切れますよねぶっちぎれますしなんかチョイスがさっきからちょっと悪いですよねじゃあもう普通のやつ追い込まれてきますね好きな人をプールに誘ったら誘って水着の準備 OK ムダ毛の処理も OK と張り切っていたのにその彼がかなり細身の人でしかも励っていた。 ていたちょっとうっすらね海に濡れたらねわかりますからねしかも緑色の水着だったのでプールから上がった彼がカッパのように見えて暑い夏と恋が一瞬で終わりましたえ、そうなのいいじゃんカッパぐらいねでも嫌だカッパですよだってカッパぐらいいますよそりゃあと水に濡れた時のあのね感じがねそうだから僕ね水に濡れたらねこのなんていうんですかね こんにちは、FM 気のワンです。ラジオです。あのなんて言うんですかね、この胸毛とかがめっちゃ目立つんですよ。はい。腕毛も。うん。うん。ああ、しかも濡れたらね。そう。濡れたらもう張りついて切っい切ったない。ああ、でもそれをダンディっていう人もいますからね。そうなんです。よ、僕はダンディなんですけど。おっと。おっと。はい。そして最後ですね。はいはい。最後ですか？うん。ギャル四人で。はい。 ギャル4人で海に行った時のことキメキメで張り切っていたのにやっぱね4人で行ったらナンパされますからねバーベキューね。って思っていたのにその海岸は若い男子は全くいなくほのぼのとしたファミリーがバーベキューをしていただけだった結局みんな1時間で帰りました無言でこれあるあるですよねナンパされに行くじゃないですかやっぱり女子だけだと。はははいいい でかっこいい4人グループが一緒にバーベキューしようよみたいな感じで多めに材料を持って行ったりするんですねただそ,のそういう時に限って声もかけられなければ人もいないなんてよくあるんじゃないでしょうか。

トークテーマトーク展開しています海にまつわる思い出などなど、うん、ぜひお気軽にメールしてください、はい、よ コメントきてないだけじゃないあそうなんだ、うん、そうでいいかななんでやってごらんこの更新どうやってやるんですコメントの横の矢印あこれうんほら、絶対ただ来てないだけだよ本当？さっきからこれが出てるんです、うん、入力中だから入力しては消してってちゃんおさんがちょっと照れてるんだねテンス いやいやいや。Yeah, yeah, yeah. さて何話すかねすここでシチュエーションやりたくないからね。海の思い出話しちゃおうか。そうですね、もうちょい曲を多めにやるか。 だんだんテンション下がってきたな疲れてきたな。<laughs> でもいいな。<laughs> 何がある？海。あれ？うん。あサザンがいいじゃない？いいやだ。やだ。俺をかけてないんですか？ ートであ,であモンパチやだモンパチの話やだあモンパチの話するのん何だったかなあれおっべべおっあ忘れた何の歌ってかちょっと更新がぐるぐる。 あれじゃ、来てないのかな。こんにちは。<laughs> こんにちは。わお。いってね。わあ。かっこいいね。<laughs> あら、いい感じで。あ、え、超美人クエでどこに。お。顔。 本当に超美人だった。超美人。超美人で嘘つかないんじゃないですか <laughs>。いや、見えないのに言ってない。見えましたはい。本当だ。来てるよ。でも、そういうのか。携帯でも見ますね。携帯で見て。皆さん、なんかね、こっちコメントがね。更新されない。ベビーアラビューウェイ。 じゃツイキャスも紹介しますね。あ全然来ない。うん、山内さんこそがどうスだと思うわ。そ,そうなんですよ。結局、最後 av ブの話になるはずって。<laughs> <laughs> あの、昨今,今、かなり追い詰められてるんだよ。 しかも全然コメントがね見れないから客引きラジオ <laughs> 受けるよ、陳月 DJ 一郎情報ばっかり野郎の情報は大丈夫です、耳向きもされますか、俺の情報って水着がるおらんやろっていいところそのとおり飲んでるよ、陳げする人の呼び方ってカツあげする人の呼び方って何が <laughs> これ一回消します 一回消しまごめんなさいね。 メールごらん、更新。あメール来てます。あ,さん <laughs> あ、銀のトロンボーンさんですん、うん。銀のトロンボーン。ちゃんと見てごらん。銀のトロンボンあ、本当だ。<laughs> するんじゃないのメールしたら、うん、ったあブブさんリクタさんと同じか <laughs> ケムクジャってこれ読みますねえブブさんじゃ沖縄の人ブブさん沖縄の人ですか沖縄の人ですかタケチャンさんはどっちですかね S ですかね M ですか、ね、どう M だろう 嘘私 S だと思います、うん、タケちゃん絶対 M だよタケさん S ですか M ですか完全 M だよねタケちゃん本当ですか <S,、うん、<S, S じゃないかないいね <S S <S <laughs> 僕はっていやドう M だろ うん、M だと思うド M だと思う完全ド M だよな皆さん今がコメント見ましたありがとうございますい、はい、時刻は5時41分を回りましたさあはいここでツイキャスのコメントいっぱい来てますねちょっと待ってくださいはいサッコさんはいビーチの人たちにちゃんと教えてあげましょうはい、えー、FM 技能ワイン <laughs> もうなん、なんて言えばいいんですか。<laughs> 何ですか。<laughs> テ,ンすテンパってますね。テンパってますね。はい、今日はですね、はい、トロピカルビーチから、強むぎのわん。生放送しております。そうです。お出かけ放送ですね。売店の横のスタジオから、サザンブリーズ、うん。 えー、5時から6時までお届けしたいと思います。皆さんメールください。メールアドレスは 797@fiftyone.com です。痛い痛いよろしくお願いします。はい、えっ、ー、とですね、今ビーチではこのもう日が傾きかけて綺麗ですね。海にキラキラと太陽の光が、えーうん、反射してですね、うん、なんかロマンチックになってきましたね。うん、お、ロマンチックになってる、ね。イチャイチャしてるカップルも。 いいですね、ロマンチックですからね、私もロマンチックしたいです、イチャイチャしてもいいんじゃないでしょうかね、いいですか、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、ちょっとツイキャス拾いますね、まず、ブブさんから、自分もディレクターさんと同じくけむくじゃら、けむくじゃらだそうです。 私の場合は、うん、足と足の裏と手のひら以外、うん、ほとんど毛で覆われているので若い女性の前では裸になれませんいやいやなりましょう毛が好きなね女性も多いので多いですよはい皆さんやってくださいねたださビーチを歩いてるこの若い子たち、うんあまあ、男の人とかね男性の子たちねもうん、よツルツルなんだよねツルツルですね毛が全然ないうん 沖沖縄縄のの人人じゃなないいいかもしれでですすねねやよほらほらほら今ですねカップルがこう上がってきましたが、うん、見てああれ外人さんかね,、うん、いいね経営が全然ない、はい、あらイチャイチャしてますね、はい、こんにちは <laughs> 聞こえますかこんにちはおーいあそう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 イエスイエス <laughs> はいということでですねイチャイチャしてるねはい,おいー <laughs> <laughs> クール、You クール。いきますよ。はいということで、すねまず赤ちゃん来た、赤ちゃんじゃない、カズ来た、ありがとう、カズ。青の軍団さんから、見て、見えんだから、ごめんなさいね、ツイキャストユーストリームの方はですね、見えないので、テントを頑張ろう、かいさんから一応寄ってんのかって、車で来ました、大丈夫ですよ、白くですよ。そして、いきますね。 まず今日のメールテーマはそうです海海海です海に関することですねはいはいはい何かありますか私ですね海あるあるがあるんですけどああ海あるあるはいはいえっとですねまず泳いだ後のいご飯がマジで美味しいご飯がマジで美味しいなんであんなに海で泳いだら疲れるんですかね楽しいんだけど疲れるじゃないですか全身疲いますからねあしかも海はあの速い流れがあるからやっぱ疲れますよね疲れますよね そしてカレーがうまいよねあわかるとラーメンとラーメンラーメンもマストじゃないですか海売店でね入れてもらえるじゃないですかねそうですねはいそして行からに隣のうん人が足バタバタするじゃないですかはい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 しかも浮き輪とかに乗ってる人はいはいはいあれの水しぶきがかかって私イラッとしますイラッとしますねあれねあれ僕ちっちゃい子供にもイラッとしますねうんね ってなりますねちっちゃい子だとならないですけどね小学生ぐらいの子がやってて去年ちって言いました皆さんこんな大人にならないようにできれば最低ですよねそしてちって言いましたからね私宮古島じゃないですか出身が宮古島の海って綺麗なんですけどあんまり人がいないんですよこの穴場っぽいところは。 ありすぎてね海が海がありすぎてそしたら芸能人の人が結構来るんですよそしたらみんなちょっと気持ちよくなっちゃって気持ちよくなる歌ったりしてるんですよあ芸能人がで私が見たのが門髪の人がはいはいはい清作さん清作普通にプライベートでウクレレ持ってえかっこいいね一人で座って歌ってたんですよ一人ででみんなでみんなでしかもあの私たち 水着持ってなかったので、下着で泳ごっかっつって、うん。あれなんすかこのエロシチュエーションあ。あ違いますよ<ん>。えでも下着で誰もいないから泳いでたんですようんうん、うん。はいはいはい。バレないかなっつって。うんうん。それどっかからその門髄の歌が、うん、聞こえるんですけど。はいはいはい,はいあれなんでだろうっつって、うん。こんなねトロピカルビーチみたいにこうなんていうんですか整備されてないからスピーカーとかもないんですよ。なるほどね。なんでだろうと思ったらその清作サックさんがのんびり。 ガッチで歌いながらお<ー>感動しました感動しますねいいですね、うん、そういう出会いもあるというのがやっぱ海ですね、うんえー、皆さん楽しんでますか海をなんかこう DJ っぽい人が歩いてますよ、ね、音楽やってますって感じですね音楽やってますって感じですね,ねでちょんまげはじげですかね <laughs> <laughs> 聞こえないかな聞こえないですねこんにちは、えー、サングラスのお二人さんうん はい、あブブさんからツイキャスで来てますねはい、はい、海で食べるおにぎりとのり巻きが大好きです、うん、あと唐揚げ卵焼きこれ普通に食べても美味しいよね多分 <laughs> <laughs> いやいや海で食べたら倍増ですよえでもお弁当とか持ってったら楽しいですよね楽しいですね,ねはいええー、みんな海いいですねえメールも来てますよねいメール来てますねごめんなさいメールも紹介したいと思いますはいありがとうございますはいはい,たいはいはいこんにちは山はいはいはい こんにちは。こんにちは。いいですね。トロピカルビーチから FM 引きの番です。生放送してます。はい、ラジオです。そしてすみません、メールですね。読みますね。い。はい。きます。はい。はい対。は山内咲子さん、今日もお菓子を食べながら銀のトロンボンを弾きたい。モーミヤシビが。はいあれは二十代の時だったはず。辺野古に釣りしに行ったからさ。はいでエジ小さいビキにつけてる。うん。 フィリピン風人の女子と白人の男が。<laughs> フィリピン言わないね。<laughs> はい、して。男が誰もいないビーチで追いかけっこしているわけよ。うん、あ、いいですね。なりたい。したら、うん、自分たちのところに近づいてきてから。佐久間さん。はい。ちょっといいですか。うん、水着ギャルの皆さん、お二人さん、こんにちは。こんにちは。<laughs> ラジオです。可愛い,いですね。<laughs>

いもなかわいそうにあいや水曜日夜9時にサリマの前の FM ギノワンおいでシャリマねうんサリマじゃないよしたらおじさんと会えるよ安心また野菜誰に言ってんの大道さんそしてそしてうんラジオネームシルバーオクトパスさんからおおお初ですねお初めまして2人の引っ張り合いなおしゃべりに自由を感じますありがとうございますお出かけ放送もいいですねいいですよ早速ですがうん 海での思い出、はい、サザンブリーズなら読んでくれると勇気を持って送りましたありがとうございます女子には毎月月の信者が来るじゃないですか来ますね <laughs> 海へ泳ぎに行く時、うん、ブルーになりがちですが私は負けません中に入れる「うんうんを使えば問題なし女子のね必需品の「需ん <羊 S 1>」<の>ですねそその日私はそれを 持って、入れて元気よく泳いでいました。うん、おおお事件は上がった瞬間です。はい、なんと上がった瞬間、私は男,男の子のの、うん、これ読めないない <laughs> <laughs> 男の子が朝なる現象ですね、うん、赤ちゃんもん男の人はなる現象のようになっていました。そうです、うんうん外れたっ、入れたのを忘れて。どういうこと それを忘れて2個入れてしまいましたへえあ,あるんですある,あるんです<ー>私もありました何回か海から解放された瞬間、うん、重力で1個出てきてしまったんです <laughs> 以上女の子あるあるでした女の子あるあるなの待ってもう明日お礼言わないといけないですね,ですねこんな勇気を振り絞って、はい、ありがとうございますえっとお名前 シルバーオクトパスさんありがとうございます私ありますこれえあるんだうん私しかもよくあります大変よくある忘れますよね受けるあのシルバーオクトパスさん忘れるもんなんですね不思議だね男からしたらはいはいはいそして青の軍団さんかお軍団さん小さく小山内さんメール届いてる届いてますねテーマ海まずうちのあんちは海で泳がんさん。泳がないね泳ぐさでも最近泳ぎますよ皆さんうちのあんちじゃないのね沖縄ですか今いるの かっこいいね、かっこいいね。海は見る、もしくは使えるもの。そう当たっておらや。呼び方が分からんさ。そして、またもう1つ来てますね。ちゃんおかさん。ちゃんおかさん。テーマ、海、海友人の話。数年前の出来事。彼は海に家族で行きました。なるほど彼は小さな息子と泳いでいた。不意に彼の息子の顔が曇った。彼は これはやるなと思ったらしい。彼の息子は懐中で真っ黒な。をした。今日多くないですか。だからよ、みんなよ。そういうの海だよ、みんな。彼が息子をしこ、うん、叱っていた途中。うんうん、大きな波が彼らを襲った。はい、ふと隣を見ると、はい、おっさんの方にそれが。ベロンと。寝そべっていた。ーーうわー、きついね。おっさんは。それを軽く手に取り。うん、おっさんのこだ、子供に。 ほら見てみこれがナマコと言った <laughs> 子供は目を輝かせるおっさんはナマコって柔らかいから力入れて握っても大丈夫よそう言って力を入れて握ったそれはもろく崩れ近所にはうわ最悪、えー、とてつもない匂いが漂いましたその親子はそれがうんうんうんだと気づいたみたいでおっさんは子供に近づいてもらえなかったようです これ、ちゃんおかさんの話しかないね <laughs> いやー厳しいですねーうんうんこうはね皆さんあのちゃんとこうなんていうんですかねトイレ行きましょうね <laughs> ありますから、ね、このトロッピーでも <laughs> あそこにあね山内さん、はい、ブブさんからうん咲子さんも乙女心があるんだよしょっちゅうしょっちゅう女の子に声かけて隣の可愛いい子にも優しさをってうん さあえー、っとですね <laughs> お送りしてきました「f m むぎのアンサザンブリーズ」でございますが、うん、そろそろお時間ですね皆さんもうすぐ6時になりますよはいまだまだ泳ぐんですかねいいですね気持ちいいですもんね,あのほんとね夕日日がこうしてですね、うん、今日は 海水浴日和かなと思いますね。トロピカルビーチも盛り上がっていますね。平日なの,のにやっぱいっぱいいるね。ねこんにちは。あら電ました。なんか綺麗なギャルが増えてきました、ね。増えてきましたね。いいですね。可愛い,いですね。皆さんトロピカルビーチに来たら綺麗なギャル。F.M. ギノワンです。浮き浮きにも会えますので皆さんぜひ来てください。はいぜひ来てください。また来てくださいね。うん、トロピカルビーチ楽しかったですか。うん 返事はなしということですかはい軍団さんが映像を映せということで <laughs> はいこんにちは <laughs> いや超美人ですねね超美人どっから来たんですかねジェスチャーで言えますどっから来ました京都ハワイハワイうんと大田沖地沖沖沖沖沖沖ははははは もういい、諦める。もういい。<laughs> 美人です。はい。はい。無視され続ける番組。<laughs> <laughs> <laughs> さあお、はいえー、送りしてきましたサザ,ザンブリーズでございます、うん、ビーチの皆さん本当にお探ししましたまたぜ,ぜひぜひですねあの毎日この月から金まで、うん、このサザ,ザンブリーズはこのトロピカルビーチからお送りしていますもし遊びに来たらですねぜひお声がけくださいよろしくお願いします,、はい、しますそれでは皆さんまた明日さようなら

エロい軍団さん超美人がいるよエロいよマジだからそれを移せよってごめんなさいもうさもう水着じゃなくて着替えちゃってるよその着替えもねまたセクシーなセクシーなどっから来たんだろうなんか言ってたけどねわからんかったね竹ちゃんさんも今度サザン出てください思ったねサザン竹ちゃんさんも出てほしいです ごめんねちょっと今話しかけないでもらってかわいいイエイエイエイイエイいきますかもう終わってるや近くまで呼べよって本当に綺麗なあの人ね本当に綺麗なんすかこのセクシーなおいいな,か,なかわいいってメンショさんもいるのかな ?OK <ん> <laughs>